さてここからは健康エイジングのトータルサポートファンクフィジオフィジカルセラピーと大橋小雪がお届けする健康チャンネルですこのコーナーは人と地球と健康のためにマンダ発行ニューヨークで暮らすための生活情報ニューヨーク便利帳の提供でお送りしますということで今回もですね前回に続きましてファンクフィジオの八田純也さんにお越しいただいています純也先生今週もよろしくお願いします よろしくお願いしますあの前回はですね、ASD について私の方でいろいろ伺ってきたんですけれども、ジュニア先生、今回も ASD のことをいろいろお話しいただけるということで、早速お願いしてもいいですかああ、はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。a l テ i s m って、まあ、日本語で自閉症って言うんですけど、ははい、はいそして自閉症っていうのは、まあ、英語で言ってスペクトラムなんですけど、 そういう意味で、あのー、ちょっと比べづらい部分もあるんですけど、だから結構大手さんの癖が強い人もいるし、そして全然普通に社会的で、うん、もしかして天才って言える人も結構いるんで、まあお忘れいろいろアインシュタインとかモーツァーツでも、あのー、アスベルガーですごい、まあ、天,才だす天才ですけど、まあいろいろ。 人人間関係とかコミュニケーションが取りづらい人もいもるんですねそしてまあ実際オーティザムっていうか自閉症っていうのは脳みそがまあ赤ん坊時とかお母さんのお腹にいる間はちょっと発達するのが違う部分がすごい発達してそしてそのコミュニケーションとかそういう人間関係が取れる人の気持ちを読める顔を読める部分がちょっと発達してないんであ生まれる方がいるんですね、まあ、簡単に言えば。 そしてもちろんそれもつながってるんですけど、はい、あのそういういろいろ体の問題も出てくるんですね、そしてそれで。なるほど。私の専門はリハビリなんですけど、まあ、もちろんリハビリはまあこのお子さんにすごい大事なんですその、まあ。PT じゃなくても、理学療法士じゃなくても、なんかちょっとまあお子さんがもしかして ASD の方がいるかもしれないですが、その。 ママとパパが少しできるのをちょっとおすすめしたいと思います。はい、そしてそれをこれからちょっと紹介したいと思います。いますまあ、リハビリはあの英語でリーとハビリがあるんですけど、だからリハビリテーションっていうアイディアは実際に前にできたものをまたいつかやれるようにっていう感じなんですけど、まあ、普通 ASD のお子さんは 前やってたものをできなくてまたやろうっていうよりも、実際やったことないのをどうやってチャレンジしていくかっていうのがすごい大きい部分なんですね。はい、だからまあ、僕の患者さんもいたんですけど、まあ、階段登れない方はどうやってまあ、階段に安全に登れるかっていうのが結構相談来るんで、だからそこから本当に始まるんですね。だから本当、この方はゼロから始まるんですね。だからそういう意味で、ちょっと普通のリハビリよりも難しい部分もあると思いますね。 まあこのはどうぞあ大丈夫ですはいあすいませんそしてまあリハビ始まる前に本当に大事な部分はその脳みその発達し方が分かれば、まあ、もうちょっとお互いのことを知り合ってそしてお互いの知り合ったら、まあ、もうちょっとコミュニケーションも取りやすくなるんでそこからちょっとおすすめしたいと思いますそして ASD は実際にまあ こう不安が多いんですねそして何の不安が多いかっていうのは未来が見えないっていうか先が見えないっていうのが結構多いんですねだからまあ普通の人だとじゃあこれから3時であのリハビリあるよって急に言われたらあ,あそうなんだ3時であるんだっていうのが全然 OK なんですけどまあ ASD の方に って急にあれなんでリハビリ行くのって言うとすごいなんか怖がったり不安になったり結構ルーティーンが好きな方なんですからそういう意味でいつも時間通りっていうかルーティーンをやってないとパニックになる方が結構多いですねだからそこでまあ最初のおすすめっていうか大事なポイントはルーティーンをすごく大事に,欲し,いで大事にしてほしいですねまあこれはもちろんリハビリじゃなくてもこの ASD の方がもうちょっと安心できるようにするためですね。だからまあ小児科のリハビリしているときにはスケジュールがいつもあったんですね。あの子どもさんに。そして朝は朝ごはんだよ。そして学校行くんだよ。学校行った後は塾みたいなの行って塾の後は八田先生とリハビリするんだよっていつもこういう四つとかいろんな書い,てあ書いてあっていうかピクチャーなんですけどそれを全部並んであってそしたらまあ これを見ながらずっとスケジュールを持ちながら歩いてる方もいるしそしてそれを見てずっと安心できるんですねそして一回ずれるとたまに結構大きいパニックになる方もあるんで泣き始めるとか結構怒る方もいるんでそしてそれはあのー、まあ僕たちは先が見れるっていうか未来が見れるから全然安心下がるんですけどそのお子さんとしては全然見えないんですから急に ななんんかショックなんですねだからそういう意味で僕たちが急に何か言われると同じ感じなんでそれからどうやって戻るのかっていうのがすごい不安になるんですねまあだからそこが最初の一番大事なポイントですねうんそのルーティーンを作っていくっていうことで親御さんはそれを分か,分かってたらいいと思うんですけど分からないこともある場合っていうのは どうすするんですか皆さん、その誰かに相談をしてルーティンが大事だっていうのを分かっていくみたいな感じですかそうですね、まあいろいろそのお子さん、そこがやっぱりそのお子さんを知らないと難しいんです。その何が一番いいルーティンかって。まあだからこう、昼寝のあとが一番元気出るか、そっか、いっぱい遊んで昼寝後するかっていうのは一人一人お子さんが違うんですから、そのスケジュールに合わせてまあ僕が。 入入れるるととに入ろうししててんですね、まあ、リハビとして確かに興味ない時は、まあ、リハビリっていうのとかそういうあの治療っていうのは難しいですからそのスケジュールも、まあ、もちろん僕の相談にもくるかもしれないですねはいあのー、純也さんがその入っていくっていうのは週に12回とか週34回とかそれは子どもさんによって違うとかパターンっていうのはあるんですかそのルーティーンの純也さんが入る そうですねまあお子さんに変わりますけどまあもちろんそういう体の成長がちょっと遅れてる方はまあ1週間に1回で OK かもしれないですけどもうちょっと頑張ってほしいと思ったら週2週3ってなるんでそしてそういう意味で人によるかもしれないですねはいまあその普通はなん 年で何歳で何できるかってもうなんとなく分かってるっていうか決まってるんですね。だからそれをその年でできなかったらちょっともうちょっと頑張らないなといけないとかってあるんですけどね。まあ例えば普通は3歳時にやっとボールを投げるようになるっていうのはもう結構研究っていうかまあいろいろそういう意味で論文とか結構書いてあるんでだからそれでできなかったら親もちょっと心配するかなっていう感じだし。 そうか階段登るも確か3歳ぐらいですね。だから3歳でからあの階段登れなかったら、まあ、親もちょっと心配して、リハビがもうちょっと週1か9に週2か3になる可能性もありますけど。そしてですね、まあだからその年もいろいろ知ってれば、何が必要かっても分かるし、そしてその後は結構親から頼まれる感じですね。 これをもうちょっっと頑張ってほしい家ではこういう感じですけどこれできたらいいなっていうのも結構言われるのはまあ一人の患者さんですけど前は弟が自転車に乗ってるんででも弟と遊べられないのがちょっとかわいそうだからあのこの、まあ、A 君って言いますけど A 君もチャリ乗れたらいいなって結構相談くるんですねそしてチャリ乗るのも多分まあ3年車だって が3、4歳ぐらいだはずなんですけど、彼はもう7歳だったんですかね。だからもう3年ぐらい遅れてるっていう感じでしたから。まあだからそう、すいません、あの話はだけ、はい、あ、そうですね。はい、はいあの。スケジュールがすごい大事っていうことですね。それが最初のすごいおすすめなんですけど、そしてその次がやっぱりどうやってこのお子さんを興味出すかっていうのが結構聞かれますね。 やっぱり普通に階段登ろうって言われても何回階段、1回だけ多分満足するんですけどもちろん1回だけだとまあリハビリにならないんですから何回も繰り返さないといけないんですね。そして2個目のポイントはやっぱりこれをどうやって遊びにするかっていうのがすごい大事ですね。そしてその遊びっていうのはお互いの趣味をしてないといけないんで、まあ、それは最初の1日では 分かれるかもしれないし分からないかもしれないで何回も会うとなんとなく分かるんですね。でも普通 ASD の方は何か一つの部分にすごい集中してすごいあの遊ぶの、まあ子供だと結構遊ぶのなので何時間もこの一つのことで遊べられるっていうのがあるんでそれを見つければそれを使ってリハビリできるんですね。まあ、例えば人の患者さんですけどパズルがめちゃくちゃ好きなんでパズルだと多分まあ難しいのじゃないですけど あの8個ぐらいのピースというか部分があったんでそしてその8個を使ってリハビリしようって僕考えたんでその時に階段の1つのところに置いたりそして3つぐらい下がってもう1つ置いたりって徐々に置いていったら、まあ、そういう意味でそれを拾って最後は下まで行けたらいろいろパズルをはめて遊べるっていう感じをやってまあそれ終わったらまた下がったから次は上に3個ステップずつ。ああの 置いていっててっそしてまた上に上がって遊ぶって何回もやるんですけど実際僕は一番近いんですねいつも上がって下がったりしないといけないんですけどだからそれできたら本当親もまあ理学療法士がいなくても結構いいリハビリなと思うんですねただまあ親御さんだとそこまで何をやったらいいのか分からないと思うんですが純也さん自身もそれ先週かなクリエイティブな仕事なんですとおっしゃってましたけどこう試行錯誤しながら どうやったら子どもたちが興味を持ってくれるかっていうのを考えながらやっていく感じですよね。そうですね。だからまあ僕が実際のクリエイティブな仕事かもしれないんで、でもこれが好き、こういうのやってほしいって言ったら僕はそれを合体して合わせてこういうおすすめっていうかちょっとコンサルティングみたいな感じなんですけど、そしてそこからいろいろまあリハビリ になってまあ本当、チームな感じでやるっていう感じですね。それが本当大事ですね。まあ毎日親がお子さんと言いますから、毎日どういう癖があるかって何が好きかって何ができないかっていうのを気づくのがすぐ分かると思うんで、そのインフォメーションって使って私がいろいろプログラムを作るんですね。まあだから本当に、うん、うん名探偵っていうかいろいろそういうのを 集めてこうやって誰何がいいかなって全部最後で合わせるのがまあ私の仕事っていう感じかもしれないですね子供さんとあのそのコンサルとかクリエイティブとか確かにそういう一方で子供さんと心が通ってないとなかなか向こうも心開いてくれないんじゃないですかそうですね確かに時間かかりますね私も明しらしい患者さんあと2週間か3週間ぐらい かかかる可能性かもしれないですね、まあ、もちろん毎日やってないから週3で2週間ぐらいとかそういう感じですけどまあそういう意味で慣れてくるともうちょっと心が広がるんで心が広がるとまあもうちょっとしやすいんですけど確かに新しい人と会うと結構不安もあるんですけどでも前あの先週も言った通りな感じですけど一つの部分にすっごい集中するんですから逆にそれをプレゼンするっていうかこれで遊ぼうっていうと誰が渡しても気にしない時もあるんですね。 だってそれの一つのだけに集中してますから。だから、まあ言ってたパズルめちゃくちゃ好きな子は、僕が新しく来てもパズル持ってきたらめちゃくちゃ興奮するんですね。だから、そういう意味でそんな気にしなくていいこともあるんですね。本当のこの一つの部分見つければ。そのその一つの部分見つけるか見つけられないのが一番大きいポイントかもしれないですね。<laughs> あ例えば、その親御さんの立場だったら、その見つける ポイントってどうやって、もう初めての経験じゃないですか、どんなふうに見つけてってあげたらいいと思いますかもちろんそれは純也さんがね、そうう見つけてあげるのが一番いいと思いますけど、親御さんの立場から言って。そうですね、まあ a s e の方はいろいろ一つのものに集中しやすいんですから、普通に遊んでると急に分かると思うんですね。まあこの一つのおもちゃって一つの遊びで全然離れないっていう部分もあるんですけど。 でもいろいろ試すべきかもしれないですね。やっぱりそういう意味で、まあパズルでも一つのパズルだけ好きな子もいるかもしれないですから、まあいろいろパズルをあの発表して、その4つの間、こっちが一番好きだと、私はリハビリの先生としてそれを使ってリハビリしたりとかして、そしてまあ日にちにも変わる子もいるし、そしてそういう遊びをまあ一緒にやろうって、まあ僕もたまに参加するんですね。 そしてそれも一つのリハビリの部分でそしてそこでいろいろお互いのことを詳しく知るっていう感じでんでまあだからその親のまあいろいろ試さないといけない部分もあるんですねはいそしてその見つけるのが一番大変ですよいつその見つけた後が結構楽になるっていうか結構もうちょっとあの彼も心広がってくれるしその遊びでいろいろ仲良くなるのもあるんでそこから結構 すごい最初遅いんですけど急にバーンっていう可能性が多いですね。それ見つけちゃったらもうじゃあ,あの心通ってるみたいな感じですかそのお子さんそうですね。やっぱり、うん、そのお子さんは結構まあ遊ぶってまあ、大人もそうかもしれないけどめちゃくちゃ楽しいんですよ。だから誰かが一緒に遊んでくるだけでもすごい嬉しいし同じ興味持っていることもすごい嬉しいしだからまあ僕は結構 こう遊ぶの実際僕も好きなんですからそれも僕できてすごい嬉しいんでそ,そういう店長上がってる雰囲気出すのもすごい大切だと思いますねはいだから普通のリハビリよりって教えるっていうよりも一緒に経験しようっていう感じの気持ちで行った方がいいですねだからそうやるともうちょっとそのサークルっていうかその子どもの世界に入りやすいんでだからそこですごい子どもらしく考えないといけない部分もあって 大人の考えない部分もあるんで、そしてそれをうまくバランスできるのがやっぱり小児科のリハビリかもしれないですね。また次回も先生改めてよろしくお願いします。ああはいはいよろしくお願いします。はい。発酵食品で免疫力プ、発酵食品で免疫力アップ、マンダ発酵の提供でお送りしました。気になる人はマンダ USA.com までホームページから無料のお試しサンプルもやってます。